ドラとは、日本テレビ放送網開局40周年、企画として、同局のアナウンサー長井美奈子、籔本雅子、米森あ美の3人で結成された歌手ユニット。当時の人気コーラスグループ、ミケに対抗し、日本テレビの若手女性アナウンサーで結成した。夜も、一生懸命で出演することになり、同番組のレギュラーであった、三川健一に名前を付けられる。CD では、 3ードーラスティック OL of NTV と説明されている。そもそもは日本テレビで放送されていたファッション番組、クチュリエで同楽の司会を務めていた長井と籔本の番組企画に米森が加わったユニットである。楽曲、いつまでもそばにいてでシングル CD をリリース。この CD デビューは当時長井が出演していた NNN ニュースジパングでニュース項目になるジョークがあった。 雑影会定面とや1993年の24時間テレビ、愛は地球を救うで活躍した。同年、このドラに習って系列局の読売テレビ放送でも、当時の若手女子アナさん人衆であった、上村直美、わ浜の子、徳山淳子で、ノラが結成されている。1993年末をもって解散。ラストライブは、夜も一生懸命。 の中で放送されたが、本来の放送予定日であった1993年12月25日に同番組の司会だった、いつみまさたかが死去。急遽内容が変更されたことを受け、年が明けた1994年1月8日に改めて放送されることとなった。ありがとうございます。